どうも、こんさこー。サコリッチでーす。今回ですね、サコリッチにめちゃくちゃ嬉しいことが起こりましたー。それが何かと言いますとですね、サコリッチこの YouTube チャンネルでずっとね、グルメをいろいろとあげたり、このラーメンの紹介したりとか、いろいろしてたんですけども、YouTube を見ていただいてた静岡のテレビ局の方が、サコリッチの YouTube の感じで、ちょっとロケをしませんかということで、サコリッチの YouTube の感じで地上波のテレビで見れることになりました。それもまたね、ラーメンをご紹介するという内容でございましてね、静岡市内のラーメンを回って、なんとなくサコリッチの YouTube っぽい感じでそれを回らせていただいてるんですね。これめちゃくちゃ嬉しいですよ。このサコリッチの YouTube の感じをそのままテレビに出していいよって言われるのって、この YouTube チャンネルが認められたみたいな感じがちょっとしますよね。嬉しいなぁと思ってね、今回はこのご報告だけをね、させていただきたいなと思ってね、今撮影しております。それがですね、もうちょっといきなりなんですけども、明日なんですね。明日の午前10時頃ですかね。まあ、ちょっとまだ時間が確定になってないんですけども、とびっきり静岡土曜版という、まあ、静岡県内の放送にはなるんですけども、その中でですね、結構長い間そのコーナーの映像として使ってもらえるということでね、コンサコーとかそういうの言ったりしてますんでね。で、あとはサコリッチが普段この YouTube の中で言ってそうな感じ、言ってそうな感じをテレビの中でも言ってます。で、まあ、あとはテレビならではの人と関わって会話をしているならではのやりとりが出てきたりとかはしますけども、すごくサコリッチの YouTube のコメントとかを使ってもらってるんですよ。それすごくないですか、本当にね。単発なんですね。明日のとびっきり静岡土曜版午前10時ぐらいに放送されて、いろいろとその結果が良ければ、まあいろんな部分で結果が良ければコーナーになるんじゃないかって僕は踏んでるんですね。もう僕はあとは祈るだけなんですけども、でもとりあえず本当嬉しかったよっていうね、その気持ちだけでもね、ちょっとすいません、皆さんにね、こうやってお伝えしたいなと思ってね、お伝えさせていただいております。そのお伝えさせていただいているサコリッチという人間でございます。お伝えさせていただいておりますサコリッチという人間が今ここでお伝えさせていただいております。だから静岡県内の方にね、ぜひとも見ていただきたいんですよ。で、まあ県外だけども、静岡県内にたまたま遊びに行くよっていう方がいらっしゃいましたらね、5チャンネルね、静岡朝日テレビ5チャンネルでね、放送されますんで、ぜひともね、見ていただけたらと思います。はい、ということでね、今後とも、サコリッチの YouTube チャンネルね、サコリッチの静岡チューブ、よかったらね、いろいろと見ていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。